はい、こんにちは。さあ今日は、ダンロップのラケットでトラックマンのデータを計測させていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介の方からお願いします。ダンロップスポーツマーケティングの藤枝と申します。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今回ね、計測するの初めての女性です。はいね、これ多分見られてる方も、まあ男性の例えば今までね大会でずっとやってましたとか、まあ、プロのスピードっていうのはあるんですけど、まあ、女性のスピードと比較してとか会見ってどれぐらいなんだろうっていうのも、ただ上手ですからね、とんでもないです。負けない数字が出てくると思いますのでどうなるか見させていただきます。はい、頑張ります。はい、じゃあまず今日の、ラケットの、まあ、種類、普段使っているラケットガットテンションについてちょっとご説明いただけますか。はい、私が普段使っているのは CX200 というモデルになっておりまして、でストリングスはエクスプロッシブツアーというモデルになっていまして、はい、テンションは40ポンドで貼っております。はい、はい、ね、4日ぐらい前ですかね、晴れと言われて貼りましたね。ありがとうございます、はい、びっくり3本送られてきてあとほらね、いきなり来ていきなり貼るって、なかなか取り込まないっていう感じでしたけどはい、3本貼りましたのでね、はい、張りは大丈夫だと思いますからね、はいはい、あとはもうどんな結果が出るか楽しみだと思いますので、はい、今日は、フォアハンドとバックハンドとサーブ、はい、この3つを計測させておきます。一番自信があるのはバックハンドです。バックハンド、はい、一番自信がないのはサーブですか。サーブですか、まあ女性ですからね。はい、わかりました。じゃあこの3つちょっと結果を見させていただく、後でまた検証させていただきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウィンザウィンザー。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、フォア、バック、サーブと3つ測らせていただきました。はい、自信があるのはバックハンドという話だったんですけど、まあ、まずフォアから、はい、ボールのスピードとしては106キロ、はい、でスピンが1060回転ということですね。でも多分ね、これ男性計測すると全力で打つ、全力までは言わないけど結構9割ぐらいの力で打つんだけど、やっぱね、もうベテランっていう感じそこまでの力じゃなく力じゃないんだぞっていうところをしっかり打ってくれてて、安定したスイングスピードで多分7割ぐらいの感じなのかなっていう感覚でラケットを振られてるんで、ボールの安定感がやっぱり男性がこうやって計測するのと比べても着弾点の安定性とか軌道の安定性は本当に一番いいかなっていう感じがありました。ありがとうございます、はい、で続いてバックハンドなんですけど、112キロ、6キロぐらいフォアよりも平均値は高いかな、はい、で回転自体もどっちかというとフォアより落ちるかなと思ったんですけど、フォアよりもバックの方が回転量もちょっと上がってくる、まあ、40回転ぐらいなんですけど、平均回転もボールのスピードが上がった上でアップしてるんで、やっぱこれも良かったかなとは思います。ありがとうございます、うん、そしてちょっと苦手というサーブですが、はい、いやでも全然っていうのは変なんですけど、すごくいいと思います。133個ここまで測ってることもあります。測
でももうだいぶ前です。だいぶ前、この時よりは良くない。そうですね、130で平均が出るのは結構早い方かもしれないです、うんね。まあ、またこれからどんどんやると思いますから、はい、この数字、3つの数字をちょっとベースにさらに上がっていただければなと思います。サーブも本当スピードもあって安定感があったんで、ね、なかなかいい結果が出たと思います、はい。さあ、じゃあ、今日使っていただいているラケットについては、まずラケット CX200 です。なんでこれを選んだかということも含めて良さって何ですかね。良さ、そうですね、もともとスリクソンの時からも 2.0 の機種をずっと使ってたんですけれども、やはり何よりもしなる、ラケットのしなりっていうのをすごく感じて、すごく打球感が柔らかいというところにすごく一目惚れをして、学生時代からずっと使ってるんですけれども、まあ、今回の作品もよりしなりが大きくなって、かつ剛性、ラケットのフレームの剛性自体もすごく柔らかくなっているので、打感としてはかなり前作よりも柔らかくなっていて、より気に入っているラケットになります。そうですね、はい、やっぱりね、打球感の柔らかさ、ホールド感というところはすごくあると思いますね、はい。305g だからなかなか軽い方ではないですよね。すごいなと思いますよ、これを使いこなすのはすごいなと思います。はい、さあ、ガットですね、はい、使ってるガット、はい、覚えてますよね。あ、はい、大丈夫ですよね、はい、大丈夫です。はい、ガット、はい、ガット、はい、ダンロップのストリングでポリエステル4種類あるんですけれども、はい、それ全て一応試打した中で一番気に入ったガットがこちらのエクスプロシブツアーだったんですけれども、こちらもストリング自体もすごく柔らかくって、はい、でしっかり食いついてくれる打球感なので、結構私どちらかというとスピン系というよりかはフラット系にボールを捉えることが多いんですけれども、まあ、その時にしっかりボールが乗っかってくれて反発してくれるっていうところで、このストリングがお気に入りになりました。はい、テンションもね、まあそんなに固めで貼るっていうよりは比較的ローテンションで40ポンドで貼ってるっていうところもあります、はい。なかなかね、40っていう数字も、まあ、男性も含めてポリエステルのガット貼る方って、まあ、40ポンドで中盤から後半ぐらい、45から50の間がやっぱ比較的多い。これはもう男性女性含めてなんですけど、一回ね、こういうこう40まで下げてみるっていうところでも結構感じは変わってくるんじゃないかなと思うんで、ちょっとその低めのテンションっていうところもぜひ皆さんも試してみていただければなと思いますのでね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次回はまたありますかね。はい、頑張ります。そうですね、ぜひ次、今回のこの数字をちょっと上回ってこれるように、はい、また計測できればなと思いますので、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。